と思うんですけど、日本の GoPro と全然違う気がする。あのね、台湾製なんだって。GoPro が台湾でも生産してて、台湾製の方がなんか安いんだって。同じ GoPro なんだって。で、最近台湾で作り出したんだって。だからなんか、性能も。性能一緒なんじゃない？わかんないけど。なんかレンズついてるし。ね、そうだよね。ボディ黒いし。そう、なんか今実はね、あの、オプションマガジンがセールスを受けた。いや、うちも GoPro 買おうか、会社にね、買おうかなと思ってる。あ、じゃあ、その台湾製から。台湾製の方スポーツカメラ、いや、そうやってフロントガラスとかヘルメットとかに貼り付けて、要はスポーツ中の映像を撮るための、でもこれでもハイビジョンカメラで結構いいね。すごいですね、うん、悪くないですよね。悪くない。いくらなんですか？ね、日本で買っても1万7000円ぐらい。あ、うん、だからで、なんか台湾製が半額ぐらいだって言ってる。買って使いたいじゃないですか。ねえ、それがどうって今言われた。